お盆休みをふるさとで過ごそうと都内から移動する人がいる一方で、墨田区の東京スカイツリータウンには大勢の観光客が訪れています。墨田区の東京スカイツリータウンは午前中から大勢の家族連れなどが訪れました。東京スカイツリーはお盆休みを利用した客で大にぎわいです。展望デッキはご覧の通り混雑しています。入るまで2時間待ちという時間帯もあるほど混み合った展望デッキ。訪れた人たちは目の前に広がる東京の景色を思い思いに楽しんでいました。来たのは何回目ですか？まだ初めて。綺麗な景色が見える。朝4時に出ました。すごいですね。高いビルが多いですね。また空からちゃんと踊ることができるダンサー体験も行われ、子どもたちは人気キャラクターと楽しいひとときを過ごしていました。すっごい楽しくって、もうステージに出たら最高って思いました。期間中はダンサー体験の他にもさまざまな催しが開かれる予定で、開業以来2回目の夏を迎えた東京スカイツリータウンは定番の人気観光施設としてにぎわいを見せています。